三国志の面白いところは魏、呉、蜀の三つの国が天下を統一できず、なんか急に出てきた秦という国が天下を統一することだと思う。普通のゆっくり霊夢です。まさか呉よりも前に魏が滅びちゃうなんてびっくりですよ。野心たっぷりな人物が多いのも三国志の魅力だと思う、野心家の悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは乱世において優しすぎたゆえに命を落とした猛将、張鷹よ。彼は呂布の大親友としても知られている人物ね。あの裏切りモンスター呂布にもそういうお友達がいたんですか。さて改めて紹介するのは張鷹、あざなおがしく。乱世において皆が皇帝を利用したり略奪をする中で、ただ一人まっすぐに生きてそのまま亡くなった武将。彼は一体どういった人物なんですか。張鷹は平州雲中郡出身の人物で武勇に秀でていた人物だったので平州で登用を受けて武猛十字に任命された人物だったらしいわ。時は霊帝の時代の末期、この時代は黄巾の乱とかの農民の大反乱もあって天下は大いに荒れており、これを受けて霊帝は自身が寵愛している宦官の建石、を西炎上軍高尉に任命して兵を率いて都に駐屯させ、中央の軍の強さを天下にアピールして乱を平定させようとしたらしく天下の豪傑を中央に呼んで建石の部下に任命したみたい。この軍は西炎八高尉と呼ばれており、炎章や曹操も高尉に任命されて建石の部下になっているのよね。こんな情勢なので平州志士の、提言も張鷹に兵を与えて建石の元に派遣し、ここで張鷹は仮の芝に任命されたみたい。天下の猛将を集めようキャンペーンが中央で開かれ、そのメンバーに張鷹が選ばれたってわけですか。189年、霊帝が病死すると、ここで権力を握った大将軍家臣は自身と敵対する建石を殺害したの。こうして張鷹の上司は建石から家臣になり、張鷹は家臣からの命令を受けて兵州に帰還して兵を募るように命じられたみたい。こうして張鷹は兵士を1000人ほど集めて城東に留まり、そこで山賊を打ちながら、上司の家臣の新たな命令を待ち続けていた。しかし後に家臣は宦官らからの反撃を受けて暗殺され、この大将軍家臣暗殺の混乱を利用した董卓が権力を握るようになったの。ここで張鷹は董卓に従わなかったようで、手勢を率いて城東大衆を攻めたもののこれを倒すことができなかった。そこで張鷹は、初見で略奪を繰り返して自身の手勢を数千人もの規模まで増やして機を待ち続けていたみたい。先ほどまで張鷹は山賊を追っていた官軍だったのに、あっという間に自身が山賊にまで落ちぶれてしまいましたよ。後に董卓を討つために諸侯が挙兵しだした。そしてこの反董卓連合軍の盟主になった袁紹が課題に来ると張鷹は袁紹と合流し、漢王朝に援軍として出兵しているうちに父王が暗殺されて国に帰れなくなった郷土前オフラとも連合を結んだの。多国籍軍ってやつね。しかしオフラは彼らと協力する気、なんてさらさらなかったのか後に背き、袁紹も張鷹もこのオフラの動きに賛同しなかったため、オフラは張鷹を人質に取って逃亡をし始めたみたい。張鷹は武勇があるから登用を受けた人物なのにまさか捕虜にされちゃうなんてね。逆に言えばオフラは国を追い出されたとはいえども勇猛な人物が多いと評判な郷土の王様。彼の力には勝てなかったのかもしれません。しかし袁紹はこのオフラの離反を許さずに、張鷹が人質にされているのに普通に菊儀にオフラ討伐を依頼して菊儀はオフラ軍を大破した。しかしオフラは負けても張鷹を解放しようと馳せず、逆に霊陽まで逃亡してそこにいた土陽将軍孔子の軍を破って勢力の盛り返しに成功したの。オフラはここに来てようやく、張鷹を解放し、その後董卓は張鷹を建議将軍、課題大主に任命したの。おそらく董卓は張鷹に官職を授けることによってこちら側の味方にしようとしたのだと思うわ。張鷹は当初は董卓に逆らうために袁紹、オフラの元に向かって連合を結んだのに結局この二人から攻められましたからね。もはや董卓が味方に見えますよ。その後、董卓は呂布によって暗殺されたものの、旧董卓軍の残党の李覚らが呂布を攻めて長安と皇帝を乗っ取ることに成功した。しかし李覚らは政治というものを董卓以上に知らなかったためにより天下はあれ、
皇帝はこのまま李克らの元にいては命すら危ういと思って長安から洛陽に向けての逃亡を実行したのよ。この皇帝軍はたびたび李克らに追撃されて危うい目にあったものの、皇帝軍が加東に到着すると長陽は皇帝を助けるために兵を引き連れて安雄に赴き、この功績により長陽は暗黒将軍、新陽光に報じられたの。長陽はここで自らの手勢と共に皇帝を洛陽にまで連れて行こうとしたものの、皇帝の側近たちが、これに大反対してきたので長陽は野王に帰還したの。おそらく、皇帝の周りの人々は兵を率いている長陽が皇帝の近くにいると権力を握る可能性が高くなるので、彼をあえて遠ざけたのだと思うわ。むむむ。皇帝の身の安全よりも自身の権力の方を優先してますぜ。まあ皇帝の側近である楊邦、東昇、韓泉の3人は、結局のところ196年になると長陽を追い出したくせに洛陽に向かったんだけどね。その道中で長陽は皇帝軍の食料が足りずに彼らが飢えに苦しんでいることを知ると、彼らのために食料を用意して皇帝軍の護衛をして無事に皇帝を洛陽にまで送り届けたの。そして、長陽は諸将に向かって、天下の平和のためには陛下の身は絶対に守らねばならない。しかし幸いにもここには諸大臣たちがいて陛下の護衛は十分だと思うので、私は陛下の近くではなく遠くの敵を倒しに行こう。どうして都にずっと留まろうか、と言って長陽は野王に帰還したの。これだけ聞くと長陽は、皇帝のことを考えている立派な人物だと見えなくはないんだけど、実際長陽は皇帝の側近たちとクソほど仲が悪かったので先んじて外に逃げたのだと思うわ。そして長陽は外に出ると大芝に任命されたみたい。長陽は大量の兵士を持っており、さらに皇帝に食料を与えてこれを護衛するという大功績を挙げた。そりゃあ皇帝の側近たちからも嫌われますぜ。これまでのエピソードからも若干わかってきたと思うけど、長陽は優しい性格をしている男であり、罪人に対して刑罰を一回も下したことがないむしろ優しい男というよりも甘すぎる武将だった。その長陽の優しさはもはや狂気じみたところがあり、使用人が謀反を企んでそれが未然に発覚すると、長陽はただただ涙を流し、で使用人の罪を不問にするなど常軌を逸したものもあったみたい。いくら顔見知りといえども自分の命を狙った人物を許すなんて普通の人にはできません。長陽の度量は大きすぎますぜ。198年、長陽は以前より呂布とは友人だったものの、その友人の呂布が徐州にて曹操軍からの攻撃を受けたので長陽はこれの救援に行こうとしたものの、道が遠くて救援に行くことができなかった。なので野王の東の市場に長陽は向かい、そこで自分は呂布の味方だぞ、と大いに宣言したのよ。こうして長陽は完全に、曹操と敵対したものの、後に長陽は曹操と通じた部下の将軍である楊秋に暗殺されたみたい。部下にいくら優しくしても背かれた悲しき男だったわ。甘すぎるがゆえに部下に舐められていたのかもしれません。陳寿は長陽のことを、衆軍を支配しながらヒップよりも劣る存在であった。論じる価値すらない、と最低の評価を送っているわ。まあ長陽は最後まで曹操に逆らい続けていたから陳寿にしてみれば厳しめの評価をするのはまあ当然のことだけども、厳しい乱世を生き抜けない性格をしている人物でした。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。常に強者に振り回され続けた武将でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。